半岡駅、橋岡駅は、香川県高松市国分寺町新居にある、四国旅客鉄道、JR 四国予算線の駅。宇多津駅から分岐する本市備山線へ直通する列車も、早朝、夜間に限り停車し、この系統には、瀬戸大橋線の愛称が付けられている。駅番号は、Y03 で、駅表示パネルのコメントは、隕石と盆栽の駅となっている。 友人駅で休日、早朝、夜間以外は駅員が配置され、診察業務と出発業務を行う。田岡駅では改札は行われていない。緑の窓口は設置されていないが、新型のポスス端末と合い子か対応の端末が設置され、出発窓口にて、指定席券や JR 四国の企画乗車券、新型になって、青春18切符も発見できるようになった。 四国愛イ化などが購入できる。また駅舎にはオレンジカードの使用も可能な自動券売機が2機設置されており、一部の駅との往復乗車券や回数券の発行も可能。ただし、この自動券売機では自由席特急券の発行はできない。改札口付近には IC 専用簡易改札機とチャージ機が設置されており、愛イ化等対応の IC カードチャージの際は、 駅窓口ではなく、こちらでチャージする。なお、平成24年の時点で、窓口の営業時間は7時10分10時30分、11時13時、14時15分から17時で、ある。トイレは、駅舎から離れており、0番乗り場の境でより端にある、短式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線の、合わせて3面4線を有する地上駅である。 しかし、4線しかないが、これに対して、乗り場は5つある。これは0番乗り場と1番乗り場が、駅舎から見て1番近い線路を共有しているためで、ある。他の乗り場に関しては、線路の共有はない。各ホームを見ていくと、まず駅舎に接して、短式ホーム一面一線があり、ここには0番乗り場がある。そしてその端式ホームから線路一本を挟んで、すぐ、 島式ホーム一面二線があり、ここには駅舎側からそれぞれ一番乗り場と二番乗り場がある。さらに、この駅の他の施設から離れて、木梨方向60メートルのところに島式ホーム一面二線があり、ここに三番乗り場と四番乗り場がある。二つの島式ホームはそれぞれ古戦橋で駅舎と結ばれている。一番線、四番線が本線、制限速度時速100キロメートル。 この構造には、快速、三ポートと各駅停車の接続駅であるということも関係している。前車は朝夕など一部の時間を除いて、境で駅と高松駅の間では当駅にしか停車せず、より本数の少ない校車のみがその他の駅に停車し、当駅は両車の接続駅となっている。0番乗り場と1番乗り場が、 駅舎側の線路を挟む形で設置されているのは、サンポートと各駅停車の接続を行う際に、当駅からの乗客や、快速、各駅停車相互での乗り換え客の負担を軽減するたである。この駅において、快速と各駅停車の接続が行われる場合、次のようにして、客扱いを行う。これにより、丹岡駅から快速列車に乗車する客は、 各駅停車の車内を通り抜けて1番乗り場と2番乗り場のある島式ホームに移動できる。また、快速列車を丹岡駅で降車する乗客もこの逆の方法で簡単に駅本屋の改札口に向かうことができる。さらに、快速と各駅停車の相互の乗り換え客も同一ホームでの乗り換えが可能である。また、快速と各駅停車の接続がない場合は、 快速、各駅停車のいずれも、駅舎から見て一番近い線路に停車し、0番、乗り場側の扉を開いて、客扱いをする。こうすることで、当駅で高松方面行き列車を乗降する乗客、快速列車と普通列車を乗り換える乗客すべてが、古線橋を利用せずに済む。この方法は、ただ単に古線橋を上り降りする負担を、乗客からなくすだけではなく、 田岡駅の湖泉橋にエレベーター等が設置されていないということを補うバリアフリーのための方策としても有効である。しかしながら、この駅の他の設備から60メートル離れたところに一つある3.4番線のある島式ホームへは湖泉橋を使用しない限り渡ることができないので完全にバリアフリー化されたとは言えない。この島式ホームには境で方面への列車が停車するが、 駅舎からの移動には1分、ないし2分程度要する上、古線橋を登り降りする必要もあるため若干不便、ある。車椅子利用者は3.4番線の高松方にある、公道へのスロープ、1.2番線の松山方にもあり、を使用することになる。かつては、単式、島式合わせて2面3線のホームを持つのみで、中央の線路は上下線が共用する形になっていた。 2002年のダイヤ改正に際し、JR 四国は高松近郊の普通、快速列車増強を目指したが、その計画であると高松坂出間の線路容量が限界になってしまうこととなった。当時の高松坂出間には列車を退避させる設備が当駅と坂出駅にしかなく、それらは共に2面3線のホームのみで中央の1本を共有する形であった。そのため、 JR 四国は列車の退避設備を高松坂でに増設することとなったが、その際、なるべくかかる費用を抑えるため、新たな用地買収を最低限にとどめ、既存の用地、施設を有効に活用することとした。そこで、広い保線用地を保有していた鴨川駅と、長大な貨物列車を退避させるため、長大な中線を有していた、当駅が選ばれて、 この両駅に対比設備が増設されることとなった。鴨川駅は通常の原付け増設の方法で対比設備が作られたが、当駅では貨物列車の編成短縮により長い有効長が必要なくなった対比用の中線を2つ分割してそれぞれを上下線と連結させる形で完成した。田園地帯ながら宅地化が進んできた。駅の北700メートルほどの地点には サヌキ国の国部アマデラの詩がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。